どうもこんにちは、ファンダーストームの高弘です。今回のテーマはこちら、NFT はどこで売買できる？ということで今回は NFT はどこで買えるのか、はたまた入手した NFT はどこで売ることができるのかという点について解説していこうと思います。前回動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ見てないという方はぜひチェックしてください。ファンダーストームでは SMBC 日興証券チャンネルの中で我々のイノベーションに関する取り組みや NFT についての情報を発信していきます。ゼロスタートでもわかりやすいようにテーマを切り分けて随時アップロードしていきますので、ぜひチェックしてください。それでは早速本題に移ろうと思います。結論から言うと、 NFT は NFT 取引所、いわゆるマーケットプレイスと呼ばれるウェブサイトで売買することができます。現在 NFT は世界的なトレンドにより NFT 関連サービスが増えるとともに、 NFT を取引できるマーケットプレイスが急増しました。日本国内でも大手企業が続々とマーケットプレイスビジネスへの参入を発表しています。すでに NFT のマーケットプレイスは数多く存在し、特徴も仕組みも様々で、取引できる NFT の種類も異なります。前回動画でも解説したように、 NFT 自体は暗号資産ではありませんが、 NFT は暗号資産を使って売買されます。よってマーケットプレイスの運営には暗号資産交換業者としての登録や、暗号資産と同等のリスク特性への対応を含めた適切な届け出やスキーム設計、リスク管理体制への整備が必要となる場合もあるため、提携先が適切な対応を実施しているかどうかについても精査する必要があります。この点には留意しつつ、あとは目的や何の要素を重要視するかで優先順位をつけて、自分に合ったマーケットプレイスを選んで利用することをお勧めします。マーケットプレイスの特徴。マーケットプレイスには大きく分けて3つの特徴があります。1つ目は事業者が NFT 取引所を単体で運営しているケース。2つ目は暗号資産交換業者が暗号資産取引所と併設して運営しているケース。3つ目は IP ホルダーが自社ブランド用のマーケットプレイスを運営しているケース。この中では事業者がマーケットプレイスを単体で運営しているケースが最もポピュラーかと思います。アートやゲーム、トレーディングカード、音楽など幅広いジャンルの NFT を取り扱っているオールラウンダーなところもあれば、アート特化型など特定のジャンルに絞ることで高い専門性を売りにしているところもあります。また NFT を購入する際の決済対応についても触れておきます。クレジットカードで日本円決済に対応している取引所もあれば、暗号資産での購入のみとなる取引所もあります。日本円決済に対応している取引所では、取引所内で暗号資産と日本円の両替を行ってくれています。暗号資産のみ対応しているマーケットプレイスで購入売却する場合は、対応している暗号資産の種類も事前に確認することをお勧めします。そして2つ目は暗号資産取引所が併設で運営しているケースです。こちらはもともと暗号資産取引所を運営している主体が本業で培ったノウハウを活かして NFT のマーケットプレイスを運営しています。 NFT 自体が暗号資産と同様にブロックチェーン技術のもと成立している仕組みになるので、暗号資産取引所と NFT マーケットプレイスは親和性が高いビジネスと言えます。通常単体のマーケットプレイスを使う場合、別途ウォレットと呼ばれる NFT を保管するデジタル上のお財布を用意する必要があるんです。暗号資産取引所の口座があれば、取引所のセキュリティ管理下で一括で保管できるので、一気通貫で NFT 取引をできるのは明確なメリットと言えます。最後は IP ホルダーが自社ブランド用のマーケットプレイスを運営しているケースになります。一般的なマーケットプレイスでは様々なカテゴリーの NFT を取り扱っており、ラインナップも多いのに対して、 IP ホルダーが自社でマーケットプレイスを展開する場合は取り扱いは自社の NFT のみになります。発行者サイトが自社のサイトでマーケットプレイスを運営する理由としては、発行体による価格設定の自由度が増すことや、ユーザーが他社 IP の NFT に目移りすることがなくなるといった理由が考えられます。またマーケットプレイスのビジュアルや世界観を独自にカスタマイズできるため、発行サイトにとってのメリットは大きいと言えるでしょう。一方でユーザーへの自社サイトへの訴求が必要となるため、すでに一定のファン数を抱える企業がこの方式を選択するケースが多いです。このケースでは IP ホルダーに対してブロックチェーン企業がプラットフォーム運営のツールを提供しサポートしているケースが一般的です。マーケットプレイスの特徴解説は以上になります。次回動画では主要なマーケットプレイスをピックして解説していきますので、そちらもぜひご覧ください。ということで今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。動画の中で少しでも分かりづらい点があればメールから遠慮なく質問してください。返信や Q&A 動画を通じて回答していこうと思います。またこんな動画が見たい、ここを解説してほしいなどのリクエストも大歓迎です。これから SMBC 日興証券のイノベーションチームであるファンダーストームの最新の取り組みやNFT に関する情報をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回。